こんにちは、即家塾の久保です、えー。今回はですね、最近私の動画にコメントを下すっている YouTube チャンネルをされている方で、ブラモトさんという方がいらっしゃるんですけどね、こちらの方の YouTube チャンネルを紹介しようかと思います、えー。まずブラモトさんなんですけども、おそらくね、長崎の方にお住まいなんじゃないかなと思います。長崎や九州の情報発信がちょっと目立つんでね。えー、それからあの、チャンネル登録者数が925人ということで、もうちょっとでね、 一つの目標であるチャンネル登録1000人に行きますんで、ぜひね、皆さんもこれチャンネル登録をね、ちょっとお願いしたいなと思います。私もここで今しますからね。ポチッとな。はい。あと926人ですから、もうね、100名弱ということになりますんで、もうちょっとですね。それから890本の動画ありますんで、結構動画更新も頑張ってらっしゃるなと思いますね。 はい。えー、最近は3日前に更新してるみたいです。それから、1週間前にも、何かね、長崎のアスパラガス、アジフライをおつまみで食べてるところとか。あと、こちらはどちらなんでしょうね。名所の紹介とか、えー、小春日和の休日、食とブラブラということで、枝島って書いてますね。枝島は広島にあるはずなんですけども、何かゆかりがあったのかなえー、それから、これが多分ブラモスさんの後ろ姿なのかなっていうところと、その他ね、えー お車の方もちょっとちらっと見えてますね。で、いろんなこの名所とかね、参拝した神社ですか、こちらの方の紹介もありますと。あとやっぱ長崎なんで、教会が多いんですよね。やっぱキリスト教がだいぶ入ってきたところだと思いますんで、その辺もあります。それからコンビニ弁当を買うためにってことなんで、弁当のレビューもあるということで、まあ盛りだくさんでやってらっしゃいます。はい、え長崎市内の紹介もやっぱりね、この辺で目立ちますね。Vlog 関係の方なのかなっていうところでございます。 はい。え、動画そのものはね、一本一本は、ここで私が再生して紹介するよりも、ぜひね、あの、今、せっかくこの動画来たわけですから、どれが一個でもいいから再生してみていただきたいと思います。そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。私のじゃないですよ。ブラモトさんのです。そしたら今回はこんなところにしておきましょうか。ブラモトさんまたよろしくお願いします。